中断していた海の森水上競技場の工事が再開されました。昨日の4者協議で小池都知事がボートカヌーの競技会場について宮城県の長沼ボート場案を見送り、海の森水上競技場で開催することを明らかにしました。これを受けて東京都が一時中断していた整備工事の再開を指示していたことが分かりました。海の森水上競技場は7月から工事が始まっていて、当初は今月中に水位を一定に保つための施設の杭打ち工事が始まる予定でしたが、都は16日に4者協議の結論が出るまで一連の工事を中断していました。